呪う？まずい、コックリさんが怒っている。このままじゃコックリさんに呪われちゃう。コックリさんの呪い、その真相とは。コックリさんだって？僕の名前は田中康介、日陽学園に通う高校2年生、生徒会で書務をやっています。そうそう、ホラッチがマージバイヤーなもん用意してくれたから一緒やろ。この人の名前は三上咲。ギャルすぎな彼女だけど、こう見えてこの学校の生徒会長です。でもコックリさんって迷信みたいなものでしょ。おや田中君、侮ってもらっては困りますよ。ほらくん、コックリさんは歴史とした高齢術なのです。バカにしてはいけませんよ。よほほほほ。そうなんだ。ほらくん、なんか独特な感じの人だな。ん？つうか二人なんかキャラかぶってね。会長から見たら僕こんななの？僕は普段からオカルト的なものを研究しているのです。おー、なんとコックリさんはこの世のすべての事象を知っており、そしてそのすべてを我々に教えてくれるのです。すごい、めっちゃ物知りじゃん。最新ギャルメイクとかも知ってるってこと？もちろんです。そんなことあるかな。では早速始めてみましょう。コックリさんに必要なものは紙と鉛筆、そして10円玉。紙にひらがなと数字、はい、いいえ、それから鳥居を書きます。その紙に10円玉を置き、全員の人差し指を添える。これで準備は完了です。本当に簡単なんだね。そうでしょう。あとは呪文を唱えるだけ。コックリさん、コックリさん、おいでくださいと。じゃあコックリさん、コックリさん、おいでください。10円玉が動いてる。一応言っておきますが、儀式が終わるまで10円玉は離してはいけませんよ。離したら呪われてしまいますからね。でも本当は誰かが動かしてるんじゃないの？うん、実はうちもまだ信じられない。よほほほほ。では試しに何か質問してみましょう。何か会長しか知らないこととか。じゃあ今朝うちが食べたものは何？たぴタピオカパン。すごい、確かに今朝タピオカパン食べた。当たってるよ。いや、その前にタピオカパンって何？よほほほほほ。これでコックリさんが来たと納得していただけましたかね？これマジなやつじゃん。よほほほ、そりゃどんな質問でも答えられるはずさ。なんせこの十円玉は僕が操っているんですからね。たくらみ。僕の名前はホラ。あえて言いましょう、僕は三上咲のストーカーであると。なぜなら先生術によれば、僕と咲たんは将来結ばれる運命であると出ています。つまりこのストーキングは将来のために仕方がないこと。毎日咲のことを追いかけて情報を収集しました。早く僕の恋人になってもらうために。最近はタピオカパンにハマっていると、愛の手紙もたくさん送りました。嫌がらせ。勇気がなくて名前は書けなかったが、サブリミナル的効果を狙って耳元でささやいたりもした。ホラ君のことが好き、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 ホラ君のことが好き。しかしうまくいかない。だから今回の計画を実行することにしたのです。名付けてこっくり告白大作戦。ねえ、もっといろいろ聞いてみようよ。そうですね、ズバリ三上咲の好きな人は誰？僕の計画はこうです。まずコックリさんに咲の好きな人を聞く。そこで僕が10円玉を操り、ホラという名前を出せば。え、うちもしかして心の奥底ではホリッチのことを愛しちゃってる系ってこと？ダメ、一度意識したらこの胸のドキドキを止めることができない。抱いてホラッチってことになるはず。先は僕のもの。コックリさんなんてそもそもいないんです。この計画失敗するわけがない。よほほほほほ。おお、動いてる。1文字目は立ったね。
まずい。妄想の世界に入り込んで見ていなかった。勝手に10円玉動いちゃってるじゃありませんか。次は軌道修正しなければ。タナホラ誰。うち知らん人だわ。かくなる上は、もしや、もしやこっくりさん、怒っているのですか。え、見て、十円玉が。呪う。こっくりさんの呪いだ。みんな、手を離すんだ。え、でもさっき話しちゃいけないって。いいから早く、手遅れになる前に。呪ってやる。呪ってやるって。ホラッチも離した方がいいよ。いや、ここで僕が手を離したら二人、特にサキさんに危害が及んでしまう。なんでうちだけ。可愛いから。どんな理由。サキさん、あなただけは僕が守ってみせる。ホラッチ。いやい、こっくり、呪うならサキさんじゃなく僕を呪うんだ。ギャー。ホラッチ。え、どうなったん。こっくりさん、どっか行ったのかな。え、我が名はこっくり。この男の体を支配してやったぞ。そんな。え、そんなことあるの。ひど。ホラッチはうちらの犠牲になったってこと。その通り。この男の体は我のものだ。ホラッチ。よほほほほほ、信じ込んでいますね。もちろん体を奪われたなんて嘘。こうすればきっとサキタンの目に僕が身を挺して救ってくれたヒーローに映るはず。そうすれば評価もうなぎ登りってわけです。どうしたら返してくれるの。え、うちホラッチの体を返してくれるなら何だってする。何でもするだと。うんうん、これはもしやチャンスなのでは。よし、ならば三上サキ、貴様には膝枕をしてもらう。え、膝枕だ膝枕。それで私が満足をしたらこの男の体を返してやろう。膝枕って、え、田中、こっくりさんってそういうもんなの。僕に聞かれても。おい、やるのかやらないのか。我はいつだってこの男を呪い殺すことができるんだぞ。うん、じゃあ。あー、これでいいの。そうだな、悪くないぞ。なんかこっくりさん顔ゆるゆるなんだけど。幸福。どんな高級枕よりも最強だ。サキタンの足。ホラッチの体返してくれるの。よし、じゃあ次はアーンだ。アーン。はい、アーン。アーン。くー、サキタンからしてもらうアーンが一番おいちい。え、今のはこっくりさん、それともホラくん。こっくり様に決まってるだろう。ああ、なんて楽しいんだ。今日は人生で最高の一日だ。なんかこっくりさん、思ったよりも人間っぽいな。あのさ、それでこっくりっちは満足したかな。うん、ホラくんを返してくれますか。確かにあんまり続けると疑われますね。だったらいいだろう。次の願いを聞いたらこの男の体を返してやる。本当？やったー。最後の願いって何。サキちゃん頑張っちゃうよ。最後の願い、それはおっぱ、キスをすることだ。は？キス。キス？なんで。なんだ、私の言うことが聞けないのか。だってキスはさすがに。ねえ。ふん、いいだろう。キスをしたくないというのなら、今ここでこの男を殺してやろう。わかった、わかったから。ん？キスするよ。会長？ホラッチを助けるためだもんね。やったー。では早速失礼します。は、はい。キッス、キッス、キッス。なんで顔背けるんですか。いや、ごめん。僕はこんなことをしないとキスできないんですよ。いいからキスさせなさい。え、なんかその口ぶり、こっくりさんっていうよりホラくんそのものなんだけど。そりゃそうでしょう。こっくりさんなんていないんだから。いいからキスをさせなさい。え、ホラくんなの。そうですよ、しつこいですね。そういう計画なの。いいからキスを。なるほど。最初から疑ってはいたんだけど、
コックリさんのふりをして会長にキスをしようとしてたってことでいいかな。なんか自白してるように感じたけど、それとも本当にコックリさんに取り憑かれてるのかな。そうだ、あれはコックリ、まだこの男の体を乗っ取っているぞ。そうか、じゃあしっかり除霊しておこう。え、物理攻撃で。それは悪霊退散。なんだ、コックリさんなんていないんだ、超残念。僕は最初から疑ってたけどね。でもいた方が楽しくない？いや、怖いし迷惑なだけだよ。田中はうちの好きな人とか気にならないわけ？そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピローゼ。いや会長、この後生徒会やりますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。